今回の問題、 SNNP のバージョンについて答えてください。バージョン1は何々で認証します。暗号化はしません。 SNNP トラップにおける再送の確認はありません。バージョン 2C は何々で認証を行います。暗号化はなし、もしくはあり。 SNNP トラップにおける再送の確認があります。この再送のことを何々と言います。バージョン3の場合は何々でパスワードを認証します。暗号化はあり、もしくはなし。 SNNP トラップにおける再送の確認はあります。こことここは同じ言葉が入っています。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。 SNNP のバージョン1はコミュニティを使って認証を行います。暗号化はしません。 SNNP トラップにおける再送確認もありません。バージョン2の C もバージョン1と同じようにコミュニティで認証を行います。暗号化もされません。ただ SNNP トラップにおける再送インフォームを使うことができます。バージョン3はユーザー単位でパスワードの認証を行います。暗号化もすることができます。SNP トラップにおける再送インフォームも使うことができます。お世話になっております、マサルです。今回は前回の続きです。 SNNP のバージョンについて一緒に勉強していきます。今回の動画の流れは、まず最初に少しだけ前回の復習をして、その後に SNNP のバージョンについて勉強します。最後はパケットトレーサーを使って SNNP を使ってみたいと思います。それでは始めていきましょう。まずは少しだけ前回の復習をしていきます。 SNNP はシンプルネットワークマネジメントプロトコルの略です。ネットワーク機器の管理制御を行うためのプロトコルです。 SNNP の構成要素は SNNP マネージャーと SNNP エージェントのこの2つです。 SNNP エージェントは機器の情報を MIB で管理しています。 SNNP マネージャーが送る代表的なメッセージとして、ゲットリクエスト、セットリクエスト。 SNNP エージェントが送るメッセージとして、ゲットレスポンス、トラップ、このようなメッセージがあります。具体的なメッセージの内容を見ていきましょう。 SNNP マネージャーが送るゲットリクエストは、 SNNP エージェントから得たい情報を OID を指定して要求をします。ゲットリクエストが届いたら、 SNNP エージェントは MIB の中から対象の OID の情報を見つけて、その情報をゲットレスポンスで返します。その他のメッセージで、 SNNP マネージャーはセットリクエストを使って設定の変更をしたり、 SNNP マネージャーがトラップを使って機器の状態変化を自発的に送信する、このようなメッセージもあります。ここまでが前回の復習です。 SNNP について思い出せましたでしょうか。ここからが今回の勉強内容です。 SNNP のバージョンについて勉強していきます。 SNNP には3つのバージョンがあります。一つずつ特徴を確認していきましょう。 SNNP は機器情報のやり取りを行うのですが、クラッカーなど悪意なる第三者は SNNP でやり取りする機器の情報を見て、その機器の弱点を探して攻撃してくることがあり得ます。なので SNNP の情報は誰にでも送って良い情報ではありません。認証を行い、正規のマネージャーと正規のエージェント間で SNNP のメッセージのやり取りをできるようにすることが大切です。そのような観点から SNNP のバージョン1ですでに認証の機能があります。バージョン1ではコミュニティ名を使って認証を行います。認証が成功すればマネージャーとエージェント間で SNNP のメッセージを使ってやり取りをすることができます。しかしバージョン1では暗号化の機能がありません。もし SNNP のメッセージが盗聴されてしまってコミュニティ名がバレてしまった場合、不正なマネージャーからの応答にエージェントが応答してしまい、情報を不正に取得されてしまうリスクが出てきます。さらにバージョン1はトラップに関しても良くない部分があります。エージェントはトラップメッセージをマネージャーに対して送るときに、そのトラップメッセージは送りっぱなしの状態です。マネージャーが受け取ったかどうかは確認しません。トラップは重要なメッセージなので、それが届いていなかったら困りますよね。このようにバージョン1はいろんな問題を抱えています。そこで次にできたのが SNNP のバージョン 2C です。末尾の C が気になる方も多いと思うので少し話が脱線しますが、最初に C についてお話しします。過去は SNNP バージョン2というものもありましたが、現在は SNNP のバージョン2からバージョン 2C に移行が行われています。現在ほとんどの機器でサポートしているのは
バージョン2ではなくバージョン 2C になっています。なのでバージョン 2C というような表記になっています。話を戻します。 SNMP バージョン 2C もバージョン1同様認証にコミュニティ名を利用します。通信の暗号化はできません。バージョン1同様盗聴に弱いという弱点があります。しかしバージョン1とバージョン 2C を比べてバージョン 2C の良い点は SNMP インフォームが使えるようになったことです。バージョン1の場合はエージェントのトラップが届かなかったらそこで終わりでしたが、バージョン 2C の SNMP インフォームを利用すると SNMP マネージャーは応答を返します。もしエージェントがトラップを送ったのにマネージャーから応答が返ってこない場合はマネージャーまで届いてないと判断することができるので、エージェントは再度 SNMP トラップを送ります。この仕組みでトラップの取りこぼしを防ぐことができています。最後はバージョン3です。バージョン3ではコミュニティを使わずに USM というユーザー単位でパスワードを設定して認証できるようになりました。またバージョン3では暗号化もできるようになっているので盗聴対策もできています。もちろん SNMP インフォームも使うことができます。もしセキュリティを重視するなら SNMP のバージョン3を使うのが良さそうですね。それではパケットトレーサーを使って SNMP を使ってみましょう。パケットトレーサーでは2つの構成を用意しています。バージョン1とバージョン3です。バージョン 2C はインフォームが使えるかどうかなので、バージョン 2C は割愛しています。さらにバージョン3も構成を用意していますが、パケットトレーサーではバージョン3まではサポートされていないようなので実際には動きを見ることができません。バージョン3に関しては口頭だけの説明になるのでご了承ください。それではパケットトレーサーに移動します。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。2023年何か新しいことを始めてみようかなと思っている方はネットワークの知識を一緒に学ぶのはいかがでしょうか。エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく、これからネットワークの勉強をしてみたい方、様々な方が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り情報交換してみてください。興味を持ってくださった方は紹介動画参加 URL を概要欄に貼っているのでぜひ一度ご覧ください。それではパケットトレーサーを使って SNMP を使っていきましょう。まずはバージョン1からやっていきます。 IP アドレスの設定はすでに完了している状態です。こちらがマネージャー、こちらがエージェントです。ではエージェントに SNMP の設定をしましょう。 SNMP サーバーコミュニティ V1というコマンドを使います。 SNMP の設定は SNMP サーバーコマンドで指定します。コミュニティコマンドを使ってどのようなコミュニティに属するのかを指定します。今回はバージョン1を使うので V1 というコミュニティの名前にします。設定を投入します。こちらのルーターが V1 というコミュニティで SNMP を使えるようになりました。念のため小欄コマンドで設定が反映されているか確認しておきましょう。すると設定したコマンドの後ろに RW という表記が追加されています。この R と W は MIB に対する権限を表しています。 R がリードで MIB に対する読み込み権限、 W は MIB への書き込み権限を表しています。先ほどのように省略して投入した場合は R と W 両方がつくことになります。ではこの状態でマネージャーからエージェントに対してリクエストのメッセージを送ってみたいと思います。マネージャーを選択してデスクトップタブから MIB ブラウザを選択してください。こちらのアドバンスを選択してアドレスに 192.168.0.2、 ポートは161番、リードとライトのコミュニティネームは V1 と設定してください。 SNMP のバージョンは V1 です。 OK を押します。設定ができたら OID を指定します。今回はルーターに対しての接続なのでルーターを選択しツリー構造を下っていきます。このようにツリー構造を下っていくと MGMT とプライベートという表示が出てきます。ここで標準 MIB と拡張 MIB が分かれます。標準 MIB は各ベンダーが共通の OID を使って情報を格納します。拡張 MIB の方に行くとシスコ独自の情報が格納される場所です。今回はホスト名を確認してみたいと思うので標準 MIB を指定します。標準 MIB の中のシステムの中のシステムネームを選択してください。こちらを選択するとここまでのオブジェクト ID がこちらに表記されます。こちらがゲットになっていることを確認し Go ボタンを押してください。するとエージェントからのレスポンスがあり、こちらのルーターのホストネームはルーターだよという情報を返してくれています。こ
このようにコミュニティ名を指定して SNP を利用することができています。通信が流れる様子も見てみましょう。シミュレーションモードを起動させて、もう一度マネージャーからゲットリクエストのメッセージを送ります。マネージャーからの通信が途中の通信機器に届きました。通信経路中では暗号化されていないのがバージョン1の特徴なので、通信経路中の機器でこのパケットを受信すると、このように SNP のコミュニティネームが分かってしまいます。コミュニティネームが分かってしまうと、不正なマネージャーもエージェントに対してゲットリクエストを送ることができてしまうので、セキュリティの観点から見るととても危ない状態ということになります。その点バージョン3では通信経路中の情報が暗号化されているので、第三者による盗聴を防ぐことができています。パケットトレーサーではバージョン3の SNP を使うことができないのですが、どのように使うのか概要をお話ししてみたいと思います。エージェントはまずはグループを作成します。 SNP のバージョン3で使うグループとしてグループの名前などを決めていくのですが、パケットトレーサーはバージョン3に対応していないので、 SNP サーバーの後ろにはコミュニティのコマンドしか打つことができません。本来であればグループを作って、その後にグループに属するメンバーを作成します。その際にメンバーごとにパスワードを設定することによって、メンバーごとの権限に応じた SNP のメッセージの授受をすることができるようになります。まとめると V3 ではグループを作って、さらにユーザーごとにパスワードを設定することで、より柔軟な SNP での制御ができるということです。さらにバージョン3では暗号化の機能もあるので、通信経路中で盗聴されるリスクも低くなっています。よってバージョン3の方がセキュリティ強度が高いということです。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。 SNP のバージョンについて答えてください。 SNP のバージョン1はコミュニティ名を使って認証します。暗号化はしません。 SNP トラップにおける再送の確認もありません。バージョン 2C もコミュニティで認証します。暗号化もできません。 SNP トラップにおける再送インフォームの機能はあります。 SNP のバージョン3はユーザー単位でパスワード認証します。暗号化ができるようになっており、 SNP のインフォームの機能も使うことができます。それでは今回は一緒に SNP について勉強しました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。